自民党の方ともちろん戦うけど、でも関西はだいぶ維新にやられた。でも皆さん気づいたでしょ、違ったと。あれはね、偽の維新、誠の維新はこっち側ですから。それを本気でやりましょうよ、ね、今度こそ、ね、一緒にやりましょうよ。任せちゃダメですよ、参政党に任せるんじゃダメ。一票入れて終わりちゃダメです。皆さん一票入れた後は一緒に党員とかサポーターになってもらって一緒に作っていくんです。皆さんが一緒にやる限り僕たちだけでズルができないでしょ。選挙の時だけいいこと言って逃げるってできないんです。そういう仕組みにしてるの参政党は。なぜかそういう仕組みにすると議員が好きなことできないから。僕は政治家を信用してません。自分がね、選挙に出てるくせにと思うかもしれないけど、僕は15年政治を見てきて日本の政治家を信用してない。みんな嘘をつける。選挙に通る方にすぐなびく。